現在、夕方1時25分、2月の22日になっております。今日はですね、前回の発酵編に引き続きまして、瓶詰め編っていうのを、やっていきたいと思うんですけれども、こちらに発酵編の時に仕込みましたビール、用意してあります。もう発酵は完全に終わったので、さっきのね、ここに刺してたエアロック、これ抜いております。これはブクブクブクね、もう言わなくなっちゃってるので、もう発酵が終了したということで抜いておきます。それからですね、もう一個確かめる方法があって、実際にですね、ビールをこうちょっと出して、ちょっと飲んでみるんですね。これで飲んでみまして、甘みがない状態、甘みがないですね。甘みがない状態で、一応発酵終了ということになります。この状態でも美味しいんですけど、やっぱガスがないので炭酸ガスをこれから作っていきたいと思います。で、どのように炭酸ガス作るかなんですが、ここにね、もう測って置いてあるんですけれども、だいたい10リットルあたりで 60g の、砂糖ですね。これはグラニュー糖になりますが、上白糖でも、オリゴ糖でも、糖分であれば、何でも大丈夫だと思います。10リットルあたり 60g、 これは必ず測ってください。そうしないと、瓶が破裂しちゃったりとかね、発酵が、うまくいかなかったりとかすることがあるので、10リッターあたり 60g で必ず、砂糖を測っておいてください。ちょっとね、温めて、この砂糖を、完全に溶けるように溶かしておいてください。溶けきらないと、うまくね、混ざらないので、ここで完全に溶かします。はい、砂糖はですね、完全に溶けましたので、これをビールの中に入れていきたいと思います。中を開けるとね、こんな感じになっております。ね、今回ちょっとアンバーのビールなんで、ちょっと色がついてますね。で、ここに、先ほどの砂糖を入れていきます。そしてかき混ぜるんですけど、檻が下にあるので、静かに優しくかき混ぜてください。あんまり下からかき回しちゃうと、折りが舞って、この後瓶詰めがしにくくなっちゃいますので、優しくかき回してください。で、このまま10分15分ぐらいちょっと落ち着かせたいので、放っておきます。はい、そうしましたらですね、ここにビール瓶があります。の自分が飲んだね、後のビール瓶でもいいですし、僕の場合はですね、ちょっと今回は買ったビール瓶もあるんですけど、飲み残しのね、飲み終わったね、ビール瓶を取っておいてもいいです。こういったビール瓶を利用して、ビールを詰めていきますね。ただこれ重要なのが、しっかり洗うのはもちろんなんですけど、ビールの中にね、雑菌がいたりすると、この中で繁殖してしまうので、僕はですね、このファストリーゼっていうですね、非常にこう殺菌力が高くて使いやすい、こちらのもので、ビール瓶の中にね、もう殺菌していきたいと思います。はい、殺菌終了しました。そしたらビールをですね、実際に詰めていきたいと思います。じゃあ早速、ビールをですね、詰めていきたいと思うんですけれども、今回ですね、僕はですね、こちらの道具を使って、ビールを詰めていきたいので、こちらの方もですね、殺菌をしておきます。こちらの、フィラーをつけると非常に瓶詰めがやりやすくなりますね。ここに出口の方にねじ込んでつ
作っていきますね。まずですね、ここのコックをひねると、ビールが出ます。ですからですね、ここでちょっと止まってるんですね。止まっててくれます。一応ちょっと垂れましたけど止まっててくれる予定です。で、このボトルを、ここにですね入れて瓶の底までこうつけるとビールが、ね、出てくるという寸法になっております。で、ここの瓶口のところ5センチぐらい開けて、置いてください。ギリギリまで入れるとちょうどですね、ここ数センチ開くようになっております。こんな感じでどんどん瓶詰めしていきます。もう少しだったら少し緩めて調整しながら瓶口いっぱいまで入れていきます。で、外すとちょうどこのぐらい、ちょっとこのぐらいですね、4-5センチぐらい開くような状態で、瓶詰めを終わらせてください。これでどんどん瓶をね詰めていきます。はい、それではですね、詰め終わったビールを、打線していきたいと思います。こういうふうに専用の王冠があります。今回アンバービールなんで色を合わせて赤色にしてあります。そしたらですね、この王冠を、こちらにつけてですね、で、この打線キーを使って、ガシャンと打線をしていきたいと思います。こういう風にですね持ち上がってきます。ちょっともう一回やってみましょうか。はい、王冠をかぶせて、打線機の上に乗せます。そしてこれを下の方にレバーをグッと押し込むとビールはこういう風に持ち上がってきますんで、持ち上がってきたビールをちょっと斜めにすると外れてきます。こういう風にビールになってきます。そしたらこのビールをですね、こちらに用意してあるんですけども、水槽用意してあります。26度、サーモスタットを利用して、26度に設定してある水槽です。こちらの水槽の方にビールをどんどん沈めていきます。ここでですね、瓶内二次発酵っていうのを行います。瓶の中で二次発酵することによって、さっき言ったね、糖分をもう一度酵母が食べて、この瓶の中で炭酸ガスが生まれてくるんですね。で、今回は王冠をしてあるんで炭酸ガスが抜けません。なので、瓶の中に炭酸ガスが留まります。それがいわゆるビールのシュワシュワっとした泡になります。この酵母が作った炭酸ガスは市販のビールよりもすごい泡が細かくて、作り方としてはこれシャンパンと同じ作り方なんですね。これ瓶内二次発酵っていうんですが、瓶の中でもう一度発酵させて作った炭酸ガスはすごく細かくてきめ細かくて、本当に心地のいい炭酸ガスなので、とっても美味しい、炭酸ガスになると思います。はい、ビール全部注ぎ終わりましたが、少し残ってるんですが、これですね、檻なんですよ。酵母が結構溜まってる檻なんで、こういう風に結構濁ってます。見えますかね、濁ってるんですね。濁ってるので、
これはですね、ビール飲み物としては使わないんですがもったいないんで、これ鍋に開けて、これはですね、こういう状態なんですけど、1日2日置いとくと檻が沈みます。で、沈んだらその檻の方を、料理にちょっと使ってみたいと思います。これでですね、美味しい唐揚げが作れます。なのでちょっとこれで、ビール酵母を使ったお料理っていうのも後でちょっと披露しようかなと思います。このまま1日ですね、冷蔵庫の方で冷やしておきます。はい、すべてのビール打線し終わって、今26度ぐらいのお湯の方につけております。この26度ぐらいのお湯の方につけての二次発酵なんですが、こちらもですね、だいたい1週間から10日、最初の一次発酵と同じぐらいの期間必要になります。で、このまま1週間放置しておきますね。で、上の方に、ビニール袋をかぶせておきます。この状態で1週間待ちますね。はい、いかがだったでしょうか。とりあえずですね、1次発酵から、打線して瓶詰めして2次発酵までのところまで、撮影してみました。この後ですね、1週間経った後に、もうビールになってると思うんですけれども、そちらの方で実際どのような味になっているのかをレビューしたいと思います。本当はですね、この、まあ、1週間で大体ビール出来上がるんですけれども、その後ですね、最低1ヶ月くらい寝かせるともっと美味しくなりますし、まあ1年ぐらいはね、どん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 味が向上していくということなので、まあ、お湯につけてのは1週間なんですが、そこから揚げてから冷暗所でですね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月とこう熟成していく、味の、変化なんかも、ぜひ、試してみてほしいかなと思います。じゃあこの後ですね、1週間後も再レビューいたしますので、ぜひ皆さん美味しいビール飲んでみてください。はい。